今日本は空前のタピオカブームですが、実は僕が今住んでるシンガポールもタピオカミルクティーが大人気です。どのくらい人気があるかというと、この画角だけで4店舗あります。今回はシンガポールに来たらまず飲むべきタピオカミルクティー屋さんをご紹介します。リーホーっていう名前で、ロゴが可愛いので見たことあるって方も多いと思うんですけど、特徴は期間限定メニューの多さ、もちもちのタピオカ、あとはフレッシュなミルクですね。この動画を見れば何を頼めばいいのか、どんな味なのか、料金はどんな感じなのか、全てわかるようになってますので、ぜひ最後まで見てみてください。3種類ぐらいね、頼みたいと思います。 Thank you。 ゲットしたので家で飲みましょう。はい、ということで自宅に戻ってきましたので、早速食べていきたいと思います。ていうか、なんかの記事でタピオカって実はそのカロリーがすごく高くて500カロリーぐらいあるみたいな、真意は定かではないんですけど、単純検査で1500カロリー、はい、命張ってレビューしていきたいと思います。まずはちょっと軽めのこれにしましょうか。これはリーホーの人気商品で、シンガポールフルーツティーです。ティーの中にスイカ、オレンジ、あとなんだろう、ちょっと中にね、いろいろね入ってるんで、ちょっと飲みながら確かめていきたいと思います。うん、あれですね、ポメグランテが入ってます。種のカリッカリの食感がいいですね。うん、あ、これいくらでもね飲めちゃうな。ミルクティーって結構甘いし、やっぱ牛乳だからグイグイいけないじゃないですか。でもこれなら本当にあっさりしてるんで、いくらでも飲めちゃいます。中身はね、ライムとスイカとオレンジとポメグランテ、あと多分グレープフルーツも入ってますね。でもちろん飲むだけじゃなくて、フルーツも丸ごと食べれます。あ、スイカ結構甘いな。 あとこれ変わってますね、カボスが入ってる。これあれですね、最初から絞ってたらよかったな。ちょっと底の方にね、沈んでたんですよね。うん、より爽やかになりましたね。すごいね、喉乾いた時とか、あとミルクティーはちょっとカロリー高いしなって時に頼むのがいいと思います。ほんと甘すぎないし、あのフルーツが丸ごと入ってるんで、健康にもね結構いいですよ。ただぶっちゃけこれリーホーだけじゃなくて、他のお店も結構売ってるものでもあるんで、他のミルクティー屋さんとの違いっていうのがあんまり分かんなかったんで、まあ10点満点中8です。これも看板メニューです、ブラウンシュガーパールミルクティー。もう見た目で分かると思いますが、黒糖がね入ってます。でそれにタロイモのタピオカもプラスしました。これ一つで 4.5 ドルだから370円ぐらいかな。ちょっと全然分かんないよ。いや、うん、あ、やっぱりリーホーはこれですね、ミルクティーが美味しい。まず飲んだ瞬間に黒糖の香りが口からね払い抜けるんですよ。で、なんといっても一番の特徴はこのタピオカですね。もう食感が完璧、外側はちょっと柔らかいんだけど、中身の弾力ですね。あのダメな店ってもう、あの中身も外側も柔らかいんですよ、ふにゃっとしてるんですよ、タピオカが。でもリーホーはもう本当に上手で、正しいやり方は分かってますね。で僕タロイモのタピオカもプラスしたんですけど、これもねいいね。タピオカより弾力はないけど、このほのかな芋タロイモのほのかな香りとこの甘みがいいですね。これぶっちゃけ日本だったら、あの多分700円とか取れるレベルです。でもシンガポールは安いんですよ。さっきも言ったけど、これで300円ちょっとだから、コスパは素晴らしいです。はい、でこれ最後、アボカドのタピオカミルクティーです。ちょっと変わってますよね、アボカド。うん、あ、濃厚だわ。あれかな、アボカドのそのムースみたいなのが乗ってんのかな。さっきの黒糖とはまた別の味の深さがありますね。これも当たりです。ただはっきり言ったらアボカドの味はそんなに濃くないから、僕みたいなそのアボカドが大好きなアボカドラーにはちょっと物足りないかもしれない。でもあんまり強くないおかげで、一般の人もね、楽しめる味になってるんで、これもおすすめです。はい、ということで、リーホーのおすすめをご紹介させていただきました。いやー、あのリーホーのレビューずっとやりたかったんで、あのやっとできて嬉しいです。この店シンガポールにたくさんあるんですけど、なぜか日本のガイドブックにあの掲載されてないことが多くて、意外とね知らないって方が多かったんで、今回動画にしてみました。もし面白かったらチャンネル登録と、あといいねとコメントもお待ちしてます。シンガポールに来たらぜひ試してみてください。では食べログさんでした。さよなら。